どうした？今日は二人揃って。この間の大雨の時、おじいちゃんが昔も何度か災害が起きたって言ってたでしょ？その話をもっと聞きたくて来ちゃった。でも、どうして災害のことが気になったんだい？昔起きた災害のことを知っておけば、また今度起きた時役立つかなって思ったんだ。いいことに気づいたね。災害伝承といって、二人のような子供たちや若い人が実際に災害を経験した人に話を聞くことはとても大切なことなんだよ。ゆうたが言うように、過去の災害の話から災害に対して心構えができるし、被害を出さないように前もって準備もできるからね。過去に千葉県内でも自然災害は繰り返し起きています。今から300年ほど前に発生した元禄地震や100年ほど前の関東大震災では、地震や津波による被害が発生し、多くの死者、行方不明者を出しました。これらはおばあちゃんたちが生まれる前の災害だけど、私たちが生まれてからも多くの災害が発生し、実際に被害を受けているのよ。そうなんだよ。1987年に発生した千葉県東方沖地震では、千葉市、銚子市、勝浦市で最大震度5を記録し、ブロック塀の倒壊などで2名の方が亡くなる被害が出たほか、崖崩れや住宅の被害によっておよそ150名の負傷者が出たんだよ。そして2011年3月に発生した東日本大震災では、県内では成田市、印西市で震度6弱を記録したほか、広い範囲で地震による揺れがあったんだ。これに加え、旭市などの太平洋沿岸地域を中心に大津波が発生したんだ。死者、行方不明者は24人、そして256人の人が怪我などを負ったんだ。それに、あの地震では地面がまるで液体のようになってしまう液状化の被害も発生したのよ。地面から水が噴き出して大きな建物が傾くなどの被害が県内各地で起こったの。千葉県では地震だけでなく、台風や大雨などの被害も多く発生しています。2019年9月に発生した令和元年房総半島台風では、千葉市で最大瞬間風速 57.5 メートルを記録したほか、県内各地で強風により多くの家の瓦が飛び、市原市ではゴルフ練習場のとても大きな柱が近くの家に倒れてしまうという被害もあったんだ。それに風で倒れた木によって電柱が倒れるなどし、県内各地で停電が発生するなどの被害も出たんだ。最大でおよそ64万軒が停電し、徐々に解消されてはいったものの、2週間以上も続いた地域もあって、不便な生活をしなくてはいけない人がいたんだ。さらに翌月の10月25日の大雨では、崖崩れや自動車の水没などで死者が11名もいたほか、1000軒を超える家で床上・床下浸水があったんだ。その年の9月の台風の時は僕の家も停電したよ。こうして振り返ってみると、千葉県はこれまでも多くの災害に襲われたんだね。そのことは決して忘れてはいけないよ。うん。過去の災害の歴史をずっと後まで伝えていくことはとても大切です。そんな役目を果たしているのが自然災害伝承碑です。県内にはいくつかの自然災害伝承碑があります。一宮町にある水原の水害碑は、1916年に一宮川の水原堤防が壊れ、家が流されるなどの被害が出たことを伝えるために建てられました。一宮川は2019年10月25日の大雨の際にも、いつ氾濫してもおかしくない状態であることを示す氾濫危険情報が発表されています。同じく一宮町の遠方の津波供養塔は、1677年に発生した遠方房総沖地震の際、
大きな津波が発生し、たくさんの家が流され、143名もの命が奪われたことを後世に伝えるために建てられました。また、南房総市では関東大震災の記念碑があり、この地区での被害の様子が記されています。おじいちゃんの話、とっても参考になったね。いろいろな災害を実際に体験してきた人の話だからね。僕、もっと千葉の災害の歴史を調べたいな。じゃあ、今度町の図書館で調べてみようよ。うん。では最後に、千葉で起こった過去の災害についてまとめましょう。千葉県は大きな地震や津波、さらに台風や大雨などの災害に苦しめられてきた歴史がある。過去の災害で何が起こったのかを知ることは、これから起こる災害に備えることにもなる。みんなも過去の災害について調べてみよう。